コンスタンス・ド・ブルターニュは、ブルターニュ女公、リッチモンド女伯、コンスタンス・ド・パンティエーブル友、ブルターニュ公アルテュール一世の母、ブルターニュ公コナン四世とマーガレット・オブ・ハンティングダンの唯一の子。1166年に父コナン四世が彼女のためを思って譲位し、コンスタンスはブルターニュ女公に就いたが、実際にはイングランド王ヘンリー二世が実権を握っていた。ノルマイコンクエスト以来、ブルターニュ公はフランス王ではなくノルマンディー公に親従令を取っており、またイングランド王以外はブルターニュ伯を公とは呼んでいなかった。1181年、ヘンリー2世と王妃アリエノール・ダキテーヌの4男ジェフリーと結婚した。広大な公国の相続人たるコンスタンスと結婚することで、ジェフリーに領地と地位を与えるための政略結婚であった。後ろ盾を持たないコンスタンスにとっては選択の余地のないことだった。二人の間にはフェアメイド・オブ・ブリタニーと呼ばれた長女アリエノールとアルテュールが生まれた。父の共同君主に立てられた兄、若ヘンリー、母のお気に入りのアキテーヌ公、リシャールの厚遇にはがみしながら、ジェフリーは1186年8月19日にフランス王フィリップ2世が開催したパリでの馬上や理事愛で受けた傷が元で急死したが、彼はコンスタンスを一切政治に関わらせていなかった。夫の死によってコンスタンスは初めて権力の行使に関わることになった。しかし、ブルターニュ公の宗主たるヘンリー2世はコンスタンスを第4代チェスター伯ラヌルフと再婚させた。1196年、コンスタンスは8歳になったばかりの息子、アルテュールを貴族たちの集会でブルターニュ公として認めさせた。こういった意図をくじくために、リチャード実身の王は彼女を夫に命じて監禁させた。コンスタンスの監禁場所は、ポントルソンかタイレであったと思われる。解放されるとコンスタンスは、夫と別れ、ギード・トゥアールと再婚した。この結婚によって、アリックスと結婚。アリス、またはアリックスと綴られるとカトリーヌの二人の子供が生まれた。コンスタンスは人生の最後の数年を平和に過ごし、自分の死後に起こる子供たちの悲運を知らぬまま、1201年に亡くなった。遺体はノートルダム・ド・ビルヌーブの修道院に葬られた。最初の夫ジョフロワとの間に3人の子女を設けた。3度目の夫ギード・トゥアールとの間に以下の娘を設けた。また、ギーとの間に、さらに、もう一人娘を設けたとする文献も見られる。ありがとうございます。